こんばんは。今日はですね、あれですよ。急遽配信することを決めたので、ごめんなさい。I'm sorry です。ごめんなさいです。許してください。許していただけますでしょうか。ダメですか。ちょっとね、このみんなが集まるちょっと茶番にお付き合いください。ダメか。ありがとうございます。急遽なのに見てくださってありがとうございます。いた。今日はねちょっと時間があったので配信しようということでやってまいりました。やっほー。今日は話したいことは、まあ、いつもないか。ちょっと頭の形が変な。いつもないかって。最近楽しかった話をしましょうかね、じゃあ。最近楽しかったことの話とか、をしていこうかなと思います。最近楽しかったな、もう波動のイベントですかね。皆さんの前で より一緒に楽しかったのは波動のイベントあったんですけど、あんなんですよ、あれなんですよ。全然活躍できなかった。ごめんなさい、本当にごめんなさい。本当に許してください。本当にごめんなさい。ごめんなさい、本当にごめんなさい。もう何度言っても足りないぐらいに本当ごめんなさいの言葉じゃ足りないくらいにごめんなさい。本当にごめんなさい。なんか今日カメラの位置高くない？なんかすごい、なんかキノコ感がすごい。キノコ感ない今日。なんかカメラの位置が高すぎて、なんか顔だけ出てきちゃって、ごめんなさい。今日いっぱい謝ってる。リハーサルの時の方がうまくいったかも。カメラ高くね？自分でやったのに。ふん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 。何これ、手揺れたら割れちゃう。ちょっとごめんなさい、コンペイと顎を気にさせていただいて、それで顎をね置かせていただいて休憩させていただいて、そう、それであの波動のねイベントの話をしてるんですけど、全然できなかったんですよ。リハーサルの時から全然できなかった。そうで、本当に誰でも言われたくない話を今からするんですけど、
あの活躍のできなさっぷりで振りだったのに、私大森美優次の日筋肉痛になりました。どう思います？だからどれだけ頑張っていたんだよきっと。でもどれだけ無駄な動きだったかっていう話。あの次の日本当に起きるときに、よくほら背中とか筋肉痛になると起きれないみたいなあるじゃないですか。本当にそれぐらい動かなかったんですよ右腕が。でも誰も筋肉痛だったとか SNS に書いてないから、あこれ私しかいないんだ筋肉痛の人間と思ってうん、あみんななってた、よかったよかったみんな筋肉痛なったんだ、よかった。私だけかと思ってマジでいい。もうこの話はもう一生隠しておこうと思ってたんですよ、筋肉痛になったってこと。うん、よかったイエーイみんななってたんじゃ、なんだ言ってよ。じゃあ誰もさ筋肉痛みたいなさすごい書いてなかったから、私が見る分には、あこれ私だけが筋肉痛なんだって思って。しかもあの活躍できなさのくせに筋肉痛になりましたとか言えないじゃないですか。だからもうどうしようと思って、すごい、あよかった、みんななってるならね、じゃあみんなと一緒だみんなと一緒だ、イエーイ、うん、イエーイ。そうねんな、うん、なんかここに携帯みたいなのをつけて、これをこうドゥ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 みたいなやるんですよ。そうだから、あのよくさフワッてやってさ、すごいさ筋肉マンみたいな場所あるじゃないですか腕の。そう、そこと、そこが一番痛くて、あとは周りの全体がすごい痛かったです。2日間痛かったです。だから私でこんなに痛かったんだから、もっと動いてたメンバーはもう本当に痛かったんじゃないかと思います。うん、うん、まあでも普通に生活してました、ギター弾くやったりそうあんまりね過保護になりすぎても、その自分の腕に対して良くないので、これはもう普通の日常ですよっていうのを伝えるために特に何もしませんでした。そしたら治りました、回復しました、回復したよ。うん、ほんとそれ以外の場所は何にもなかった、筋肉痛に。そう難しかったね、あれ難しかったうん、うんうん、悲しかったですやっぱ難しかったです。でもなんかああいうイベントめっちゃ、あんなにさ人が同じさ箱の中にさ人がいっぱいさいるイベントって劇場以外で最近本当になかったから、うん、なかったからすごいなんかね新鮮でした。でなんか入るとき最初のそれでは続いてはチーム4ですみたいなのが呼ばれて入っていくんですけど、それはなんかちょっとなんていうの、新郎新婦の登場です、どうぞみたいな気分でした
そうで、中に入ったら撮影 OK だったので、カメラを持った お客様がいっぱいいて、途中も結構なんか練り歩いたりとか、結構ね面白かったですよ。ゲーム自体は全然勝てなかったけど、すごい楽しかったです。あと全部なんか応援席みたいなところにいて、そう見たり喋ったりしてました。でなんか普段同じチームじゃないメンバーのと一緒にイベントするのもめっちゃ久しぶりだったから、すごいなんか新鮮だった。新鮮でした。みんなでもっとね絡んでみたい人いっぱいいたんですけど、あんまり絡めなかったですね。そうボールをねこうなんか虫取り網みたいなやつで集めに行ったりとか、そう本当に皆さん面白いんだよね。もう絶対目合わせないようにしてあげませんみたいな。でちょっとね申し訳なさそうにしてるのがちょっと面白かった。ごめんなさいみたいな。なんかああいうイベントも楽しいですよね。なんかその面白かった。なんか懐かしい雰囲気だった。懐かしいあのノリ。どこを思って懐かしいのか分かんないんですけど、なんていうの、なんかやっぱそのコロナ禍があったから、なんかこのノリ懐かしいなって思いながらイベント楽しんでました。そう、なんかメンバーがあからこりあげちゃダメだよみたいな感じでこう見てて、でそういうファンの方がヒーみたいな。そう、皆さん応援してくれましたよ。感じ楽しかったです。なんかやっぱこれだよなっていう。本当はねなんか3曲ぐらいさ、あまあ 1チーム1曲とかと17期1曲ずつぐらい曲とかできたらもっと面白かった、ね、でもなんか時間にね収まらなくなっちゃうし、いろんな兼ね合いがあるとは思うんですけど、面白かったです。やっぱいいですよね、ああいうちょっとステージっぽかったし、いいなって思いました。で、あきちゃんと話しましたよ。あ、でもほんのり会話はしてない。あの写真撮ろうっていうのと、なんかその席が結構、楽屋の席が結構埋まってたから、あの私あっち行くからこの椅子使っていいよっていう、その二言しか会話してないです。だから私か17期ちゃんの声は聞いてないですね、それ以上は。何も会話してない。でもそれは行きました、自分から。本当はもっといろいろ聞きたかったですよ、個人情報。個人情報って怖いじゃん。そう、個人情報。どうして入る聞きたいですけどね、本当は。
ですかとかね。時はなんか本当にその2回だけでさ、写真撮ったのと椅子の話しただけでした。あとは何かってですね、ミクさんとかとおしゃべりしたんですけど、楽しかったです。お台場なんていうんですか、あそこお台場なんとかシティみたいな感じの中の会場だったんですよ。なんとかお台場ダイバーなんだっけ、お台場ダイバーシティみたいなお台場言えないんだけど、あ、そうそうそう、アクアシティみたいな、お台場のなんていうの、あれデパートじゃないけど、なんかそういうところの中にあるそういうなんか、ね、広場みたいな、広場じゃない、なんか会場みたいな、イベント会場みたいなのがあって、そうで、なんか裏口っていうんですか、なんか普段通れない道とか通れて楽しかったですそう、アクアなんとかシティ、お台場アクアシティで、実はなんかその前にちょっとそのアクアシティの中を回ったんですよ、一人で一人で回って、その入ったところの同じ階の中にあの水槽があったんですよ、ちょっと奥の方に。でその水槽を見てました、朝朝一人でその水槽を見て、あのニモわかります、ニモの、 あの隠れクマノミ、ニモがいっぱいいたの、あれと思って、ニモは一匹じゃないのと思いながらニモいっぱいおるやんみたいな、だからあの映画は交代制で出てるのとか思いながらニモのいる水槽を見てました。はい、ありがとうございますそう、あとドリーっていう青いさ魚、ニモの友達みたいな、あ、それもいっぱいいました。あとなんかね、本当にね、え、これ何色っていうようなすごい神秘的なね、深海魚みたいなのもいました。本当にニモが好きで、ちっちゃい頃、そうだから隠れクマノミ見るともうニモにしか見えない、ニモニモニモって、そうだ、ニモのいる水槽がすごい好きだからずっと見てました、一人で。めっちゃ変な人って思われてたと思う。ドリー、あ、自己紹介いきます、せーの、デコポン、スッポン、思い切りニポン。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、ニモの水槽見てたんです、ずっと、だからすごい楽しかったですそこっていう、そう、ニモが見れたから楽しかったです、波動のイベントあとやっぱりね、イベントができて楽しかったです。なんかやりたいですね、またああいうのできないかな、できないかな、できないかな、
そんな感じですかね、最近面白かった話。最近面白かった話はそんな感じですね。そっからそういうイベントないですからね、なかなか最近。もうこれ最近やりすぎて。そんな感じです。そう、話したかった、ただ話したかったって、そうだからいろんなチームのメンバーとかと会って話してみたいなとか思うわけじゃないですか。で最近まああるドラマにハマってまして多分もともと原作にハマってまして、それを見てってね、まあ、ああどうしようとか思ってたりするんだなっていうのを最近ね、手によらないんだっていうことを学んだんですね。だからなんかそれを見たらすごい何だろう、どんなにすごい積極的な人とか、もうめっちゃ分かりづらい話だよね。そう、とあるドラマに余ってるんです。前からやってたやつなんですけどね、結構人気なやつなんですけど、ええー、ねんいいんですよそれが。あーいいねいいんだよな、だから説明できないんですけど、とにかくいいんだよ。やっぱ人は見かけじゃないっていう、で最近はもう昼間から夜は寝れるようにはなったと思うんですけど、痛いみたいな言わないんですけど、まあ、言ってもいいいいんですよそのドラマが。もうほんと思い出すだけにやけちゃう。いいんですよ。でも多分あれどうなんだろう、結構人気だと思います。そういいんだよな、 なんかピュアなドラマです。言いたいな、でも言わない方がいいのかな、なんかいろいろといいんだと思うんだよね多分。まあ言っても別に何も問題はないんですけど、言いたいと言わない方がいいで今喧嘩してます私の頭の中。テクシッテクシッテクシッて、チチチチ。でもすごいね、まあ人間ドラマなんですけど、恋愛ドラマ、恋愛ドラマか、んだよ本当に最高だから、なんか自分もその人見知りですみたいな感じでいるけど、実は人見知りじゃないかもってなんか急に思えてきてその自分で自分にさ人見知りっていうレッテルをバーンって当てるだけで、意外と人見知りじゃないんじゃないか、だって人見知りだったらこんな人は人前に出て喋ってないじゃん確かに、っていうことを最近学んだんですよそのドラマで意外と人見知りじゃないんじゃないかって最近思えてきて自分のこと、ただなんか
ただちょっとなんか嫌われるのが怖いなとかさ、ちょっと今はいいかなって感じで話しかけなかったりするだけで、意外とね、うん、って最近思ったりとか、あと意外とこうすごい積極的な人とか、すごいなんかこうイエーイみたいな人はなんか自分とは違う人だみたいな思ってたけど、いや違う、意外とそういう方ももっと人見知りだったりとか、すごい実は心の中は緊張してたりとか、うん、なんかそういうのを学んだんですよ、そのドラマで。それで、あ、そうかと、うん、って思ったっていう、うん、話でした。じゃんじゃん、じゃんじゃんじゃん、じゃじゃんじゃん、うん、そうそう、これ何の話かさ、何のドラマか分かんなかったら何の話こっちは分かんないんだ。そう、最近の私はそんな感じです。うん、いいですよ、ドラマはいいですよね。あとなんかね、なんかあったっけ。そう、だから実は人見知りじゃない説、行きたい今後は。うん、人見知りじゃない説ね、あるよね。あと学んだのはなんだっけ、なんかあったっけ。まあ頑張ろうっていう話ですよね。こんくらいされた話を言う今乗っちゃったけど、まあ頑張ろうってらしいですよね。うん。あとまあ自信を持つってすごい大事ですよね。本当にそう思う。自信を持つのは大切だよ。ちっちっちっち。うん。なんか全てにつながるよね、自信が。って思うんですよ。なんか自信がないとさ、自分にも人にもさ、なんかこう、ああダメかなとか思っちゃうけど。あ、そう、 AKB の歌、光 TV でチラチラっとトラララって出ました。楽しかったです。あのね、図書館の人に見えました。図書館の人っぽかったかな。うん、面白かったですよ。そう、お弁当持ってたんですよ、お弁当、途中の廊下歩くとき。うん、楽しかったです。うん、でもなんかそのもう学生の枠じゃないっていうのがすごいなんか大人になったんだなって思いました。学生のメンバーもいたんですけど、そう、あ、もう働いてる役だと思って。何歳ぐらいだったんだろう、設定的に。まあでも実年齢ぐらいかな。うん、おちょねねちょねね、うん、大人になったんだ。もうだから学生役はもうできないかもしれないね。
できないのかもしれないね。頑張れば、頑張ればいけるかもしれない。これ今すごいさ、あの励まし、いけるよ大丈夫って言わせてるみたいじゃん。いけるかな。まあでも大人っぽいですよね、最近の高校生。すごいですよ最近の高校生は。もうなんかすごいよ、落ち着いてるし大人っぽい人いっぱいいる。すごいよね。全然だって自分よりなんか年下の例えば女優さんとかめっちゃ落ち着いてる。そう、すごいなって思います。そうなんです。でも私も言われるんですよ、たまに落ち着いてますね。あ、そうですかって。笑い方ジャングルやん。そうなんです、言われるんですけどね、自覚ないですね。でもなんかそう言われると、あ、じゃあ落ち着いてなきゃいけないんだみたいな、すごいひねくれてるよね。そういうふうに言われちゃった、ああ私はもう落ち着いてなきゃいけないんだと思って、はい、あ、はい、はい、よろしくお願いいたしますみたいな感じになっちゃうんだね。なっちゃうんだよね、やっぱり猫かぶってんのかな。落ち着いてるとは思います多分。でも落ち着いてるだけではないんだよぞっていうのをね、そのか、伝えたい。だから逆にそう、元気だねって言われたら、あ、じゃあちょっと元気でいなきゃいけないのかって思っちゃうし、難しいね。なんて、なんとか世代って言うんでしたっけ、なんとか世代みたいな、難しいんですよね。何の話してんだっけ。これの何て書いたっけ。あ、ちょっとよ、何て書いたっけ。あ、なんかいい感じ。そうなんです。もう短冊か、夏なんだね今はね。短冊飾りました。そうなれたらいいですね。まあ自分が頑張れって話なんですけど。
け、あと短冊の話と、あと欲しいものはなんだろう、もうなんか セナタンは、でもしっかりしてますからね、セナタン。もしかしたらセナさんって感じかもしれない。セナさん、お疲れ様です。お疲れ様です。そうそうそう。そこがいいよね。つくつくつつつ。そろそろ話がなくなってきた。話がないから揺れることしかできない。なんだよ。揺れることしかもできない私には。揺れたらね、話すこと思い出したりするから、なんだろうね、あと話したいこと。あ、でもあれは言われます、落ち着いてるのかな。不思議ちゃんみたいなの言われますね。いやいや、ちょっと待てよと、こっちからすればそっちだって不思議ちゃんだよって心で思いながら、あ、そうですかっていう。そう、いや、そう、いや、お互い様やでって思いながら、そうですか、そうなのかなって言います。みんなさ、人それぞれ違うわけだからさ、違うわけだからさ、それはさ、自分の中のさ、だから不思議ちゃんだよねって言われた。そうなのか、そう、そうなんだよね。ちょっと不思議ちゃんとしてやっていくには、ちょっと弱くない？不思議度がね。不思議ちゃんってもっとさ、不思議ちゃんじゃん、そのテレビとかに出られる方は。
ちょっと弱いよね不思議が。でそうなってくるとさ、やっぱその不思議を作っていくことになるわけじゃん。スターね、辛くなっちゃうからね。おー、めちゃくちゃだから普通なんです、普通の人間なんです。うーん、怖いくらい普通の人間なんですよ。公園出たいですね。悲しいです。うーん、寂しいです。辛いです。そう、普通でごめんなさい。普通でごめんなさい。ね、今度さ、急に話変える人いるよね。はい。今度さ、カラオケやろうかな。今日はちょっとできないんですけど、あのこれがないから。なんか前さ、つなげるのがなんかできなくて、できなかったんですよ、カラオケ。だから結局なんかアカペラで歌うみたいな。そう。やりたいな。私今もうすごい考えてることが、配信者さんみたいなさ、こういうマイクつけてるさ、なんか配信の方いっぱいいるじゃん今。でいろいろマイクとかも売ってるわけよ。なんかそういうのちゃんとさ、マイクあるんですけど、うちになんかいろいろ用意してやりたいな。前楽器屋さんでなんかそのいろいろ楽器のやつとか買ったり、それこそマイクとか探してたんですよ。そしたら店員さんが寄ってきて、配信者さんですかって言われて、で私なんて返したらいいか分かんなくて、あ、はいって言っちゃってそう、それで、あ、じゃあマイク探してるんですねみたいな感じでいろいろ説明してくれたんだけど、ちょっと気まずかったわ。今いろんなね、配信の方がいるから。なでも私今その配信者さんで思い出したんだけどさ、あのさ、ポコチャっていうなんか多分あるんですけど、それのなんか CM みたいなのが YouTube 見てるとめっちゃ出てくるんですよ。知りません皆さん。めっちゃ出てくるんだけど、あれあれとか言っちゃってあの素敵な CM あのなんだっけポコチャは配信中チュチュ配信中っていう、めっちゃ出てくる。まあでも私は ダメです。話したいことがないん話したいことないから揺れるよでも配信者さんってことでしょ今私。こんな人いるのかな。まあ、だからまあカラオケやりたいねっていう話をして、うん、あと特に楽しいことできないんですよね。ショールームでもこうやって揺れてなんか適当にベレ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 喋るしか、私はできないんだよね。
中チュチュ配信中そうでも意外ともう私40分ぐらい喋ってんじゃないかな、45分ぐらい喋ってんじゃない、40分だな、40分ぐらい喋ってんじゃない。私今時計が手元にないので全く時間がわからないんですけど、あ、結構喋ってるわ、そりゃ揺れるしかなくなるわ間違ってなかったごめんなさい、50分もなんかよくわかんない話にお付き合いさせてしまって本当にごめんなさい、サザエさん本当にごめんなさい、サザエさんうん、悪いと思ってます。なんか言いたいことあったのに忘れちゃった。ショールーム、ショールームじゃない、カラオケやります、今度ね。今は今はできない、これがないから。あちょっと違う歌歌落としちゃったそういう、あのこっちはね決まった曲の中でしか歌えないんですけど、だったら楽しそうだよね。前結構カラオケ配信やってたんですけど最近やってないんで、もうね私イヤホン何十分もなくしてるんですよ。でもさ、あのあれあるじゃん、なんかうどんみたいなやつここにうどんを刺すやつあるじゃん、短いうどんみたいな、あのなんていうの、うどんを刺してさ音楽聴くやつ、あれも持ってるんですけど、あれもなくして、あれもね 2,3 個なくしてるんですよ。でイヤホンはもう何十分もなくして、え、なんかうどん入れるじゃん、なんか耳にうどんって呼ばないの、みんな、え、呼ばないの、私ずっとうどんって呼んでたんですけど、うどんのやつってあのえ、うどんだよ、だってみんな検索してみ、あの白いやつ、うどんここに入れてるからえ、言わない、私なんかさうどん買ったのになくした。うどんのやつはね3個ぐらいなくして、まずそう3個ぐらいなくして、でイヤホンもめっちゃなくして、え、マジでうどんだからみんな検索して、白いここのやつ初めて見たのがさ、その流行り出した時につけてる人がいて、え、なんでうどん出してんのってえ、やばい、耳からうどん出してる人いると思って、電車の中でそれで帰って、あのお母さんに言ったんですよ。いや、あのお母さんに、そのまだね世の中にそんなにうどんが出てなかった時期だったから、お母さんに、え、なんか耳からうどん出してる人いたんだけど、あれ何なんだろうっていう話をしたら、そのどうやら音楽を聴くやつらしいと、あれが これからの日本では流行るんだと、その時にすごいびっくりしましたそうそうそう、でそっからねいろいろ広まって、でヘッドホンは、まあ、2個なくして今新しいやつ持ってるんですけど、そう、で私基本的にうどんのやつもあんま好きなんですけど、あのね
充電し忘れちゃうんですよ。うん、そう、うどんマジで充電し忘れて、こうあやしてて現場で音楽聴こうと思ってこうパカってうどん本入れるじゃん。そしたら充電なくて聴けなかったりとかして、ってなるんですよ。なんかどっかに置いてきちゃったりとかするんだよね、基本的には。そう、だからあのうどんは自分が悪いんですけどね、 100% 私の責任なんですけど、充電するの忘れちゃうから、あの本当にあの普通の昔ながらのイヤホン、うん、昔ながらのイヤホンを持ってることが私は多いんですよ、外に行くときは。で、家の中ではヘッドホンを使うので、そう、やっぱね、ヘッドホンのがねブーンってくるんだよね。うどんはやっぱピー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 って感じ。ヘッドホンも音の広がりがボッボーンってくる。うどんも素敵ですけどね。うん、あとうどんだとさ、なんかさ、外に音がこれ漏れてるんじゃないかって、絶対漏れてないのに、なんかこれ漏れてんじゃないかって不安になっちゃうの。こう繋がってないのがなんかやっぱ慣れなくて、そうそうなんです。だからね、やっぱね、うどんはまだ慣れないです。てかもう1時間ぐらい経ってるので、そろそろ終わりたいと思います。今日もくだらない配信にお付き合いいただきありがとうございました。本当にありがとうございました。すいませんね。あ、でー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 ぽぽぽーで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 ーほうでで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 、ぽぽぽ、ありがとうございます。うどんね、美味しいよね。ありがとうございます。それでは最後にランキング見ます。1位コリンさん、2位マヌビーさん、3位コアトマークポンチャー2号さん、4位ダヴィンチさん、5位ポンフィーさん、6位コラプヨさん、7位ココポンさん、8位マーシャルさん、9位ヤスヒコアットマークポンチュア1号さん、10位園田長崎さん、11位ケンケンアットマーク台湾さん、12位ヒデポンさん、13位みずきさん、そしてたくさんたくさんたくさんのみんなさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また配信します。次はね、できたらカラオケやりたいな、やれたらねと思います。ということで、バイバイキーン、ハヒフヘホー、バイバイキーン、ハヒフヘホーでした。バイバーイ、切るね。ありがとうございました。